私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。の土日は滋賀トヨペットへ。明けましておめでとうございます。知ったかぶりかいつぶりニュース、今年もよろしくお願いします。明けまーって、明けおめなら知ってますけど、なんか流行らんかなー思って、ちょっと間が抜けた感じやった。今年も知ったかぶりかいつぶりニュースをよろしくお願いします。よろしく。さて、新年最初のアミッチショーが1月9日三井アウトレットパーク滋賀竜王で行われますね。早速 CM 見てもらおう。コマーショル。新年1月9日は三井アウトレットパーク滋賀竜王でアミンショー。歌を踊ろう、クイズして勝負しよう。ヤスノオスさんとあっち向いてはい、勝ったら新春バッジもらえるよ。忍者ガンも待ってるよ。ヤスノオさん、今年はあっち向いてはい勝てるんですか？もちろん。わし今年は勝つあっち向いてはいじゃなくて、負けないあっち向いてはいを目指してるんだからな。いや、意味がわかりません。なんかそれっぽかったやろ。でも勝ったらもらえる新春バッジ楽しみですね。うわね、わしが勝ったらわしが歌う新春シャンソンソンやるで。言えてないから無理ですね。それから忍者ガーも登場してくれるので楽しみですね。楽しみやね。今日はその忍者ガーのドラマ放火戦士忍者ガーエピソード X をご覧いただきたいと思います。なんといきなり最終回。おお、美味しいとこ取りやな。たい焼きで言うたらあんこだけみたいな。いや、外側の皮も美味しいし、なんやったら尻尾の先のこうカリカリとしたところも悪いし。時間ないんで行きますね。放火戦士忍者がエピソード X 最終話をご覧ください。ババーン。実はわしの正体こそが忍者が。いや、おさんぽ引っ込んでください。はいはい。おーい、ジャガーの親方が戦ってんのに新米が寝ててええんか。あかんわ、ピクリとも動かへん。あしらばに移されてへんかったらこいつの魂はとっくにあの世行きやな。もう三途の川渡るか。もぬけ人形にまた戻って操られたいか、それともあんたも死神になるか。ジャガーの親方の後を継ぐ気あるなら竜宮の力でうちが手伝ったる。その代わりもう人間には戻られへんけどな。もはや我にできなし。今度こそ
邪魔をさせぬ。時間がない。このままやったらあの姫さん、死んだ人間を蘇生する近日の生贄にされてまう。400年前のうちの姉ちゃんみたいに。さあどうする、選択の時や。に惚れたからじゃ。さて、また退屈になるの。400年前のお返しや、竜宮なめくさりやがって。
礼の一言もないんかい。まあええわ。この騒ぎでもののけどもに姫さんの素性が割れたやろな。これからどうすんねん。お前こそ。うちは赤米のじじいがこの時代に来てるさかい挨拶しとかんとな。詮索されたないこともあるし。あ、なんで？あれ？ということは全部やられたん？わ、僕どないしたらええんやろ。糸引く人おらんようになってしもた。好きに行きはったろ。ガラクタの人形に何を今さら。はい、重大です。まあこの件はなんとか。はい、次動きます。いろいろはみ出しとる化け物はまあ他にもおりますし。なあ、君らこれからどうするん？影となり死神となって人間の世を守る。それが俺の生きる道だ。僕ついてっていい？気にしろ。あいつが死神の役目を告げんのか。お守り続けますわ。え？ああ、空もめちゃめちゃ強なってますよ。そなた、名は何と申すのですか？の提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ。 YouTube で見てな。